今回付属のハンドパーツはすべて前回の武器が持てるように作られてますね。今回は武器がつかないからこれで我慢してって感じ。皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。今回は視聴者の方からご要望がありました。ありがとう。以前にレビューしたマフェックスのハーレークイーン、良品でしたね。このドレスバージョンをいつか紹介するねって言ってずっとしてなかったんで、今日はこちらをご紹介します。マフェックススーサイドスクワットハーレークイーンドレスバージョンです。イエーイ。この商品は2017年に発売されました。 DC 映画スーサイドスクワットにて、冒頭でジョーカーと一緒にいたクラブで踊っていた時のドレス姿のハーレーのフィギュアです。作品の中でも短いシーンで使われていたこちらのドレス、ゴールドとブラックがきらびやかでとても印象に残る衣装でした。今回はそんなドレスを身にまとったハーレーと、前回のマフェックスハーレーに差し替えられる頭部とチューインガムの付属品などがついて、これも細かいところまで作られてるんでね、じっくり見ていきましょう。まずパッケージ左下にはハーレークイーンフィギュアの写真、マフェックスナンバー042ハーレークイーンドレスバージョンと、横はこう、後ろ、前から見てもギンギラギン、背中もすごいんだよね。付属の交換用ヘッドにチューインガム、バットマンに交換できる頭部パーツは僕マフェックスのバットマン持ってないんだよね。反対はこう、下は半剣シールも光ってる、上も完璧。ではパッケージから取り出してみましょう。待たせたな、おいでベイビー。フィギュア本体にボーナスパーツの頭部が2つ、ハンドパーツは5つ、ガムは2つ、裏側には台座が貼り付けてあります。取説や背景紙なんかは特になし。ではパッケージから取り出してじっくり見ていこう。まずは造形を見ていきましょう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。ハーレーといえばマーゴットロビー、彼女の大きな口、そして大きな目が見事にプリントされてますね。とってもハーレーらしくていい表情。アイシャドウや口紅、そして眉のプリントも最高ですね。右の頬にはハートのタトゥー、そして顎のラインには文字がタトゥーで入っています。両の耳には大きな輪っか状のイヤリングをしています。髪の先端は左右色が違っています。ピンクとブルーのグラデーションが入っていると。後ろもこのように分けられています。頭のてっぺんはこんな感じ。体はどうでしょうか。このドレスのディテールがめちゃくちゃ素晴らしいですね。よく見るとスパンコールのこの細かい一つ一つのパーツによって作られているのがわかります。またブラックとゴールドで分けられたこのひし形の模様も、胸元の伸びた部分とお腹周りのそうでない部分でしっかりとデザインの違いがあるのが素晴らしい。胸元は溝落ちの下までバッゆっくり開いている、かなりセクシーな状態です。ドレスは軟質パーツですが、ここねくっついてるんで脱がせようと間違ってもしないように。首元には劇中通り2本のネックレス、その造形もこれ細かく、ハートマークなんかもしっかり作られてます。左胸のタトゥーのプリントもよくできてます。肩から腕にかけては左右とも素肌が出ている状態、細身の腕に右腕は3本の時計が付けられていますね。これも劇中通り。指には無数の指輪、爪にはマニキュアが塗られています。手のひらはこんな感じ。右肩にはジョーカーの J のタトゥー、そしてゴールドの腕輪がはめられていて、前腕のタトゥーも劇中通りですね。右手の指輪や爪のマニキュアも素晴らしいです。
背中はこう。ドレスの結び目が背中の中心に来ています。これは別パーツで、ここからさらに紐が伸びているんですが、これね、外に出すことがこうやってね、できます。こんな風にね。まあね、劇中ではこのドレスの中に入ってたんでね、まあ、出してもしまってもお好きなようにどうぞ。せっかく出したんで、ハーレーの腰にある目のタトゥーもちゃんと今回も入ってますよ。左肩甲骨にもジョーカーのタトゥー。下半身、ドレスの裾は軟質素材ですので、そうそう折れることはないです。ももからすねにかけてもスラッとしていますね。一応足の付け根は黒いパーツがあるね。足首は左右デザインの違うアンクレットをつけていて、ゴールドの背の高いヒールを履いています。かかとは紐のようなものが別パーツでついています。爪の造形と塗装もありますが、ちょっと雑かな。崩れたニコちゃんマークみたい。ヒールの裏は赤の塗装がされています。次に可動を見ていきましょう。頭部は左右思ったよりよく動きますね。上下は下。いいね。上。これは少しかな。体は腰と溝落ちの下で可動があります。腰は左右のロールがちょっと。溝落ちの下はボールジョイントになっていて、左右は、こんな感じですね。横はそんなにいかないかな。前後は前。後ろ、これは結構動くね。肩は付け根がボールジョイントでぐりぐり動きます。腕を真横に上げると、素晴らしい90度以上。前後も問題なく回って、肘を曲げると、ここまでだね。手首はよく回って、可動も素晴らしいです。続いて下半身、足は上下の引き出し可動があります。足を真横に上げるとここまで行きます。開脚はここまでかな。ももで左右のロールがあります。足を前に出すとドレスに引っかかるんでここぐらいかな。膝は二重関節でもうここまで曲がります。素晴らしい。足を後ろに上げるとおー素晴らしい。こんなに後ろに上がるフィギュアなかなかないね。足首はボールジョイントで上はこれぐらいかな。下はこんなもんか。でも左右の回転はいいし、内側、外側もよく稼働します。造形は顔は目と口が大きくてマーゴットロビーそっくり。で、ドレスやアクセサリー、そして体のタトゥーのプリントなんかも、もうね、背中にかけて細かくしっかり作られています。下半身が若干大きめかなっていう気はするけど、まあね、トレーニングをしっかりしているスポーツマンの彼女としては OK かな。で、可動も素晴らしい。足がね、こんなに後ろに上がるフィギュアもなかなかないんでね。この衣装に合ったダンスシーンなんかもいろいろポーズが取れるんじゃないかな。今度は付属品を見ていこう。まずは交換用ヘッドパーツのガムカミ顔。こちらは前回のマフェックスハーレークイーンの頭部がベースになっていますね。髪の色だったり左右のピアス、そして頬のタトゥーなんかも問題なく作られています。口元がこのように歯を食いしばっている形で少しスペースが空いているのが特徴です。前回のものに取り付ければ少し険しいまた別のハーレーが出来上がると、これはこれでいいですね。で、このヘッドパーツに合わせたいのがこちらのエフェクト。これは風船ガムのエフェクトです。硬いプラスチックでできていてクリアパーツですが透明ではないですね。少し濁った色かな。ここにある突起をこの口に合わせると、はい、このように風船ガムを膨らませているハーレーの出来上がりと、この表情はハーレーらしくていいね。このヘッドはもちろん今回のドレスボディにつけることも可能です。
残念だけど今回は付属の武器などはありません。交換用のハンドパーツのみ。こちらは銃を持つ用の手ですね。ちなみにこの銃は前回のものを持たせています。指輪の装飾なども細かく作られています。お次は棒状のものを握る用のハンドパーツです。これも前回のハンマーとバットを持たせています。何気にこのマフェックスのいいとこって、こう手のジョイントとかがね、外したりつけたりしやすいのがこれねいいんだよね。フィギュアーツもねめちゃくちゃ硬いし、まあ、ネカに至ってはね、あの外させねえしつけさせねえぞってくらい硬いんだよね。マフェックスはそういうところが、頭部パーツも難なく付け替えできるんでレビューしやすい。最後はハーレーおなじみのバットを構える際に使う左手のハンドパーツですね。装飾も綺麗で形はこんな風になっています。なので今回付属のハンドパーツは全て前回の武器が持てるように作られてますね。今回は武器がつかないからこれで我慢してって感じ。もう一つのボーナスパーツがこちら、バットマンに水中マスクが付けられているヘッドパーツ。これはハーレーが海に落ちてしまった際にやむなく助けに行った際のバットマンの水中マスク姿を再現したものだと思われます。口元にはなんとバットマンのマークがあるんですね。このあたりはディテールが素晴らしいです。そしてマスクの奥の瞳のプリントも最高ですね。つけてみました。いいね。ちなみにこのボディは先日レビューしたフィギュアーツのベンアフレックバットマンです。なので揺らすと首がこうくる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 回っちゃうと、ただ乗せてるだけなんでね。でもいいんじゃないこれね。結構大きさも、あ、ちょっと顔大きいけれども合ってるんじゃないかな。こういうねピンポイントのシーンを再現するだけのアイテムって僕大好物。最後は台座、至ってシンプルなクリアパーツの台座です。付属品はこんな感じ。最後はポージング。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、マフェックススーサイドスクワットハーレークイーンドレスバージョン。いや今回のハーレーも良かった。ドレスやアクセサリーの造形、そして可動もいい。通常版の武器が持たせられるハンドパーツと、遊びの幅が広がるボーナスパーツがついていて、これは嬉しいですね。まあ最初から通常版につけてよっていうのは置いておいて、2体あればかなりプレイバリューの高い良品だと思います。公開が予定されている映画スーサイドスクワット2もガーディアンズオブギャラクシーのジェームズ・ガン監督で、しかもハーレークイーンも登場するってことでめちゃくちゃ楽しみ。今回も最高でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになります。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。